マルティン・ハラーはドイツの建築家である。マルティン・ハラーは1835年、法学者で後のハンブルク市長、ニコラウス・フェルディナント・ハラーの息子として生まれた。若い頃から建設工学と建築に興味を持ち、ポツダム、ベルリン、パリで学んだ。ハンブルクに戻ると父親のつてもあって、最も有名で敬意を払われる建築家の一人となった。様式的には、 パリでの研究が彼の作品に影響を及ぼしている。1872年から1883年までは、レオポルト・ランプレヒトと、1898年から1914年までは、ヘルマン・ガイスラーとコンビを組んだ。1880年に、ハンブルクの7人の建築家と、ラートハウスマイスター分とを設立し、共同で、ハンブルク市庁者をデザイン、設計した。 1876年から1884年まで、ハンブルクの建築家、技術者協会の会長を務めた。1885年から1990年まで、ハンブルク市議会議員であった。ハラーは新古典主義の邸宅を多く建てた。その一部は、外観だけ保存されるなどして、ハンブルクのハルベステ風で地区に見られる。中でもアルスター・湖畔のアメリカ領事館が彼の、 作品として有名である。ハラーの設計したオフィスビルは近代的なものであった。少ない枚数の体力壁を使う設計でフロアプランを変更することができた。また、パーテルノステル、セントラルヒーティング、伝統を備えていた。1865年にアントニー・シュラムと結婚し、一難参上を得た。ハラーの墓はオールスドルフ墓地の W22 にある。なお、 ハンブルクのハラー通りの名前は父フェルディナントにちなんで付けられたものである。ありがとうございます。